フランチェスコ・デル・コッサ・サクス・キファノや宮殿の壁画から3月、お羊座の寓意、ミネルヴァの勝利フランチェスコ・デル・コッサは、イタリア初期ルネサンスの画家。フェラーラ派に属し、フレスコ画で有名である。フェラーラに生まれる。父親のクリストファーノ・デラ・コッサは医宿だった。若い頃のことは謎だが、1456年には、父親の助手として、フェラーラの司教廷付属の礼拝堂大祭壇にある彫刻、彫像に彩色したことが記録に残っている。また、20代後半か30代初めに、フェラーラの外に旅をしていたこともわかっている。フランチェスコ・デル・コッサ・サクス・キファノや宮殿の壁画から5月の寓意コッサの作品で最も有名なのは、コズメ・トゥーラと共同で手掛けた、スキファノや宮殿のフレスコ画の装飾であろう。この壁画は、先世術記号と12ヶ月にまつわる寓意が複雑に入り組んだもので、20世紀に一部が復元されただけだが、そのうち3つがコッサの担当したものだった。その中で、最も注目すべきは、5月の寓意、アポロの勝利に描かれた裸の幼児たちの密集だろう。春の実り多い開花を意味しているのは明らかである。4月の寓意には、三人の美の女神が描かれていて、女神たちが裸で寄り添って踊る。その描写は、ポストノール=古典描写の最も初期のものの一つである。ちなみに、サンドロ・ボッティチェッリのプリマヴェーラの日付は1482年から始まっているし、ラファエロ・サンティの三人の美の女神の制作も1501年からで、コッサの没年が正しければ、コッサが死んだ後のことになる。コッサにとって不幸だったのは、ボル・ソデスト公が彼の仕事に対して、面積あたりいくらという支払いをしたことだった。コッサも、フェラーラの最悪のヘボ絵描き扱いされたと不満だった。コッサがフェラーラを去り、ボローニャに移ったのは1470年のことである。ボローニャでは、ベンティボリオ家が彼のパトロンになり、多くの絵の依頼があった。そこで彼は、二人の聖者を連れた聖母子と、アルベルト・デ・カタネーの肖像、バラッカーノの聖母のフレスコ画、ジョバンニ・ル・ベンティボーリオとマリア・ヴィンツィゲッラの肖像を伴う聖母子を描いている。また、サン・ジョバンニ・イン・モンテ教会にパトモスの聖ヨハネを描いたステンドグラスも作り、その中でも最も優れているものは丸窓である。彼の署名もある。ロンドンのナショナルギャラリーには、聖人ビセンテ・フェレールを描いた絵が、アルテマイスター絵画館には、それまでピエロ・デル・ポンライオーロの絵とされていた受胎告知が、ダービー近郊のロッコ公園には鮮明な横向きの肖像画があり、それはフェラーラのエルコレ一世デステであろうと言われている。ありがとうございます。